ける。あ、バカ者、何をする。バカ、それがそなたの言う責任か。ふざけるな、今はそんな。私がそなたと離れたいと思うわけなかろう。それはそうだが、二人でタイミングを合わせるのは一人でやるより困難だぞ。なんだよ、命令違反の仲間じゃねえか。ケチケチしねえで俺にもやらせろ。そういうつもりでは。どの道別々じゃ分が悪すぎる。ここはお前と俺の相性ってやつを信じようぜ。分かった、信じよう。シャトル発射、30分前ね。地球最後の打ち上げだね。頑張って守らなくちゃ。終わりよければなんとやら。うん、いつも通り何もないといいね。はぁ、これで最後だと思うとなんか少し気が抜けちゃうね。これが終わればいよいよ大陸での反攻作戦が開始されるんだから。そうだね。それより、よかったの？三剣のこと。何言ってんの大長。私たちの誰かに権利を譲るってあなたが言い出した時は正直呆れたわ。白金らしいって言えばらしいけど、三剣を行かせるね、普通。そうそう、最初僕たちを行かせようとしてくれただけでも十分だよ。あなたが行かないなら三剣を行かせるべきだっていうのは私たちの相違よ。本当はメイヤさんを行かせたいって顔に書いてあったよね。それでもメイヤさんが残りたいって言うんだったらそれでいいじゃない。三剣が行かないんだったらあなたには言って欲しかったけどね。タケル！そなた、ヤシロの部屋を知っているか？どこにある？ヤシロが駆逐艦に乗っていないらしいのだ。ヤシロも乗ることになっていたの？基地に残った全員で捜索中だ。そこでそなたが親しかったことを思い出してな。地下19階？白金そんなところに出入りしていたの？
田代さんって一体。どうしたの？タケル、早く社を。打ち上げまで30分しかないぞ。了解。社を頼んだぞ。ここから離れたら、私、いなくなります。いや、行きません。ここに残ります。ここを離れても、ダメです。分からなくなるの。怖い。守らないと、なくしてしまう。タケルちゃんには分からない。怖い。いや、私
なさい。わがまま言いました。連れて行ってください。ガシオさん、私の激震に。夢を見た。平和の意味も知らず、無邪気に暮らしている人々の夢を。夢を見た。命を危険にさらしながら、守るべきもののために生きる人々の夢を。夢と現実の境界は、目覚めた時に見えたものをどう感じるかだけだ。それを区別できるのは神様だけなんだろう。だけど俺には何かができたんじゃないかと思う。この世界に俺が来た意味はそこにあったんじゃないかと思う。これが避けられぬ運命だったのなら、この世界で俺という存在は何だったのか。悲しい別れも、人類の運命も、そして自分の運命も、俺には変えられたんじゃないかと思う。守るべきものを本当に守りたいという強い意志が最初からあったなら、俺には誰にもできないことができたのかもしれない。そう思う。だからせめてこれから生きて、生き延びて、全てを守ろうと思う。誰もが諦めたこの星を守り抜きたい。そう思う。残された人々を、残された思い出を、そして愛する人を、命を懸けて守る。俺は何かができるはずだ。その力があるはずだ。人類は負けない。絶対に負けない。俺がいるから。俺がいるから。